はい、それでは22話目ですね。ご苦労さん、アルカイに迎えに行かせるよ。またリッパーがベルナップに入ってきててね。人ではいくらでもいる。じゃあまた。はい、それで22話目なんですけど、まあですね、一応ジョブとかもクリアして、まあ、少しずつちょっとクリアしながら、どうだ、こっちだ、この辺りのジョブクリアして、で一応このストーリーが今ですね、このお前のためじゃないっていうストーリーがあるので、今こちらの、最初の基地に来てますね。でそれ以外ではちょっとこちらの方があるって感じですね。まあとりあえずこっちから行きたいと思います。お前のためじゃない、このままそのまま入る感じですね。ブザーのバイクに乗るか。ブザーのバイクに乗って行く感じですかね。いいもん持ってきたぞ。おい、嘘だろ、俺のバイク取ってきたのか。コープランドに回収されんのも嫌だしな。マジかよ。必要になったらこいつのパーツをいただこうと思ってな。お前のためだけじゃない。本当ありがとうよ。なあ、昔みてえに乗り回してえな。アディがわざわざ何人か雇ってあんたのバイクを運んできてくれたよ。メカニックのとこにある。待て、は礼はいいよ。じゃあね。いや、これで終わりですか。まあ、ダメじゃない、マーク取りって終わりですね。お、強度 100% 無駄を失わせるわけにいかない。アンロック。お、カスタムスキン強度。マイクはこっちに持ってきてもらったということですね。少し前、仲間と一緒に巣を焼いたのだ。ほら、ブリーか、ブリー、巣だよ。そしたらさ、女が出てきた、スクリーマーだ。燃料 100% ある。修理か、上司はどうだ。何か探し物か。よし、満タンだな。またいつでも来いよ。では次のイベントに、ストーリーに行きたいと思います。ここですね、記憶の名残に行ってみましょう。また来いよな。調子は見るだけだ。どっちだ。
そう、多分。熊まで出てきた。熊までやばいやばい。熊はやばい。熊はダメ。熊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 来ないで。なんだよこいつ。やばいやばいやばい。残念だったな。だが、まあ待て、興味深いのはここからだ。その置いてあったバイクだがな、ブーザーが乗ってたのとそっくりだったらしい。つまりこういうことだろ。お前の部下が山に入って、そこでブーザーのバイクを見つけた。で、誰もいねえからって盗んじまおうって思ったんだろ。回収といえ盗みじゃない。それに俺が最初に思ったのはブーザーに何が起きたのかってことだ。最近姿を見かけてないからな。なら今度奴に会ったらよろしく伝えといてやるよ。じゃあな。よっしゃ、クマをやっつけました。とりあえずこれで。どうしたアディ。時間があるとき診療所に来てくれ。どうかしたか。そうか、分かった。ネイコ、こちらタッカーだ。聞こえるかい？ああ、タッカーか。聞こえるぞ。また仕事があるのか？後で寄るよ。じゃあな。くそ、何なんだ？分かってんだよ！
ブライアン、キャンプクリークの近くの発信機まで来たが、ああ、何もないぞ。まったく。ああ、よし。隊員がもうすぐ到着する。いつも通りだ。よろしく。へいへい、いつも通り。命がけで覗き見をしろってことだろ。分かったよ。こちらオブライアン、聞こえるか？ああ、で、何があったんだ？最後に話したとき、様子おかしかったぞ。いや、別に何でもないよ。組織の秘密を探ってて、危うく捕まるところだった。ああ、どうだっていい。俺が欲しいのは、サラの情報だけだ。ああ、仲間に調べさせてるよ。でも、時間はかかる。だから、待っててくれ。ええ、ずいぶん前から待たされてるかな。今回の部隊は僕と所属が違うから、追跡できるよう、ヘリに。追跡装置をつけろってんだろ、ヘイヘイ。んで、白い宇宙服着てるやつのスパイすんだろ、他には。ああ、殺されないようにしてくれ。ちゃんと無線の通信も切っておかないと。それに、これはスパイ活動じゃなくて、そこを調査って呼んでくれ。じゃあまた。なんと呼ぼうと、これじゃ。さあ、来たぞ。え、見つかった？見つかっちゃったか。
体がステージ2の感染形態を示している。指の腱の収縮は少なく、爪も最近噛んだかのように尖っていない。それに宝飾品をつけてる上に衣服の損傷もなぜか少ない。ああ、すまない、耳に入ってきて。ああ、元生物学専攻の。ああ、その通り。なあ、宝飾品をつけてるのがそれほど重要なのか。こうなっても2年になる。人を襲ったり引っ掛け合ったりしてるはず。で、ヒヒに金時計をつけさせて2年間野放しにしたらどうなると思う？そうか、分かった。これはまるで神秘。つまり対象がこの時計を大事にしていたか、もしくは最近身につけたか。俺はてっきりこいつらは、そのイカれてるって。あれ、失敗したか。なんかまたかな、今最初から。フィールドノート2068、別の被験体がステージ2の感染形態を示している。指の腱の収縮は少なく、爪も最近噛んだかのように尖っていない。それに宝飾品をつけてる上に衣服の損傷もなぜか少ない。ああ、すまない、耳に入ってきて。ああ、元生物学専攻の。ああ、その通り。なあ、宝飾品をつけてるのがそれほど重要なのか。こうなってもう2年になる。人を襲ったり引っ掛け合ったりしてるはず。で、ヒヒに金時計をつけさせて2年間野放しにしたらどうなると思う？そうか、分かった。これはまるで神秘。つまり対象がこの時計を大事にしていたか、もしくは最近身につけたか。俺はてっきりこいつらは、そのそれはそうよ。でも認知症患者の一部が時折意識の明晰さを取り戻すように、ステージ2のウイルス感染者にも記憶の名残があるみたいなのよ。嘘だろ。嘘じゃない、服を見て。え、かなり綺麗でしょ。まあ汚れてはいるけど、大抵フリーカーは糞尿まみれよ。気持ち悪いよ。まあヒヒに同じ服を2年間着せたら。まさか人が住んでた場所にフリーカーが多く集まる理由は。そう見えば確かにそうだ。でしょ、大きく演出した草の森、かつての記憶を宿す何かが。どこってんのか。まさか奴らには意識がある。何か聞こえなかったか。要するにフリーカーの中には、朝起きてからシャワーを浴びて着替えてお気に入りの時計をしてから俺らを食いに出かけるのもいるってことだろう。んでクソのせい、こいつらはどうしてこんなくだらないことをしてるんだ。今の聞いてたか、オブライアン。よし、さっさとここから出るか。オブライアン、いるか。オブライアン、
待って。装置を設置した。データもある。調査員は男だった。それとも女？あ？え？なんで？性別を教えてくれ。女だったが、名前も知りたいとか言うなよ。了解。また連絡する。じゃあ。まあ、あちこちにいるな。あいつ腹が減ったな。昼はまだか。基地に戻ったら食事にするわよ。くそ、調子はどう？で、ちょっと待ってください。で、このストーリーが一回戻るかな。あ、ID に合うでしょ。戻りますか。とりあえず一回ファストトラベルで戻ります。開けて。はい。で、これで。あの日のこと。に行くんだけど、どこだ。スキルをちょっと、スキルをちょっと来たんで、スキルを来たと思います。反動が劇的に少なくなる。反動。クールダウンが短い。いいぐらい。サーバルビジョン採取できる量が2倍がいいかな。とりあえずクールダウン、とりあえず採取をちょっとお金を貯めるために採取を2倍にします。こんな感じですね。よし、なんかレベルがいっちゃう。肉の量がすごく呼吸法、その間に強くクールダウン。敵対反応、サバイバルビジョン発動時に敵が強調表示される。なるほど、なるほど。はい、とりあえず切ってみましょう。リーコン、ちょっといい？ブーザーの調子がどう？
つはな、今時調子いいやつなんているか。まだ生きてるだけマシでしょ。ああいい、ブーザーから目を離さないで。どうして。だって腕を失ったんだよ。これからが大変だ。今までだって大変だったさ。友達なんでしょ、支えてあげな。次は、ああ、まず遠くなってますね。ここなんだ。一途、ああ、はいはい。調子はだ、目的地に相棒の道。ブーザーは大丈夫だ。侵入しない。何にする？探してるものがある。随分減ってるじゃないか。そうか。ファストトラベルでここ行きましょうか。ファストトラベル行ける。昼間のうちにブザーの様子を見に行く。あれ、これ、あ、こっちか。あ、ブザー働いてるんだ。ブザー片手で。ちょっと待って、ブザー。今来るぞ。邪魔すんじゃねえ。じゃあまたな。これで終わり。なんだこれ。調子はどうだ。これだけで終わり。ブザーの準備中だ。だがあいつにこれから生きる理由が必要だ。何もう終わり。ブザー文化の専門家。文化の専門家まだだね。ファストトラベル、これは誰だ。文化の専門家。よし、行ったり来たりですね。問題ない。開けろ。ラジオフリーオレゴン。真実は人を解き放つ。パンデミック発生の1ヶ月前、広報誌のフェアウェルフリーダムに1年分の食料と水を備蓄しろと書いた。何にせよ、食料なしで3日も過ごせば理性を失うからな。それで俺の言葉を理解して、共に備えてくれる者がいれば、全てが崩壊しても生き残れるかもしれないと考えた。お前のたわごとで一日を台無しにしたくないんだ。コンプランでうるさい。崇拝してるの信じられる。天に昇華した存在だかなんだかみたいに崇めてるんだよ。望みがあるとすればそこだ。そいつはどうかな。そこでは仲間を失ってる。
失った？誰を？いつだ？数週間前、トーレスとエヴァンスが物資を探しに行って。ちゃんと言ったの？いや、そんなこと聞いてない。言ったさ。探しには行ったが、入口が崩れてて、バイクは外にあったが、フリーカーまみれだったってな。中で生きてるかさえわからない。どうかしたか？ああ、いや。シャーマンズキャンプの書類に目を通してたんだ。拡張予定の鉱山があってな。そこには爆薬が保管されてるだろうな。ああ。だが今になって中に二人取り残されてると聞かされてな。なこと言ってねえぞマイク。おい、なあ、だったらその地図貸せよ。爆薬を回収して仲間も探してやる。なんだマイク、こいつを信用してねえ。言えよ、タカは爆薬に一体いくら払ってくれるんだ。おい、リーコもちゃんと貢献してる。こいつが貢献してるだと？リッパーとの協定を破っちまうし、仕事をサボっちゃうリッキーと出かけちまう。何の役に立ってんだ。じゃあお前はどうなんだ。偉そうに意見するだけか。俺はここを守って、雇うどもやドリフター野郎。いいからやめろ。やめるんだ。おい、失敗なら一緒に行け。だが二人とも忘れるな、俺たちは同じキャンプの仲間なんだってことを。いいぞ、構わない。朝になったらバイクで出発。今から行こう。今だ。ああ、この真夜中に。そうさ、外が暗いうちは鉱山の中のフリーカーは少ない。なるほど。仕事をサボって黒いヘリを追っかけたと思ったら、今度はフリーカーの専門家起動。フリーカーが夜に歩き回ることぐらい誰でも知ってる。おい、よせ、もういい加減にしろ。よし、分かった。今から行きときゃ行ってやる。だがこいつは渡さ。いいか、スキッゾにも問題はあるが、それはみんな同じだ。デゴン、念のため言っとくが、鉱山の中で殺し合いとかやめてくれよ。マイク、俺がそんなことするかよ。さあな、まだわからん。戻ったら会おう。くそ、ジジイ。なるほど、スキッゾと行くんですね、洞窟に。とりあえずバイクはそのままな。あ、バイクはそのまま、スキッゾ待ってるね。とりあえずこんな感じで、とりあえず今回はここまでで、次回からはあのスキッゾと、またストーリー進めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。